っぱ言ってきますから、住んでいただくことが大事だ。例えば、対馬、昔7万人いました。で今はもう4万人を切りました。でどうしようもなくて韓国との交流、特に観光客を呼び寄せる、それを非常に重点にしよう。結果として伝統的な伊豆派港祭り、これが名前が変わりました。伊豆原アリラン港祭り、悲しいです本当に。でまた与那国島、一番西の島があります。人口1600人で、町長さんも町議会もいます。ただ国境の島ですけれども、駐在所が2カ所あります。ピストル2丁で守ってますから、こんな国は普通ありません。でそこも昔2万人いたのが今1600人、今度自衛隊が起きますけれども、何かあった時に自衛隊があるいは海上保安庁はそこに行けるという体制を取るためには、港やあるいは空港も整備しないといけない。今与那国島には自衛隊がまともに入れる港があります。そういう有人国境離島を保全する、自衛隊、警察、海上保安庁が入れる、そういうインフラ基盤を作る、あるいはそこに住んでいただくためにの振興策をかさ上げしましょう、あるいは東京とか都会の人がもっと生きやすくしましょうという形を作る法律、これ、大体の合同部会の、審議が終わりましたので、これは政策会にあるいは総務会の方でまた今国会の提出に、チャレンジしたいと思っています。またその際にも、小池先生にも親分にもご尽力いただきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、本当に、この特命委員会ではですね、毎日のように開く、明日も、はい、はい、富山行くんじゃないの？私は、はい、はい、本当にね、毎日真剣に、だって誰が守るのかですよ、文字通り。私たちがまず動かなければですね、今のぼやっとした政治、政府では、本当に後手後手になってしまう。今、この解散総選挙が、日に日に遅れていることについてですね、誰が喜ぶかって言ったら、中国や韓国は喜んでます。ロシアも喜んでます。こんなに甘い政府、この間にですね、彼らは既得権って言いましょうか、事実を、既成事実をどんどんと積み重ねていくということが心配されます。ちなみに領土に関するというふうにこの特命委員会の名前を銘打ったのは、領土問題としちゃうと尖閣が扱えなくなるということから、領土に関する特命委員会という名前にしたのを覚えております。一方でね、最近バナナが安いのって皆さんご存知ね、美岡さん安いのご存知、はい、これね、フィリピンのバナナがですね、中国で検疫を持ってこの邪魔されるんですね。そうすると生ものですから、もっと早く売らなくちゃいけないって言って日本に来るわけですよ。で日本に来る量が増えてるから安くなるということなんですが、でなぜそうなっているかっていうと、フィリピンと そして中国との間で、スプラトリーとあともう一つ何でしたっけね、その干渉があるんですけれども、そこにですね、この米軍がいなくなって以来ですね、中国はどんどんと、接近をし、そしてだんだんこの構築物まで作り始めているわけでありますね。でそれに対してですね、このフィリピンが対抗しようとする、まあ間の悪い時にこの台風が来たりもするんだけれども、それに対してですね、このフィリピン中国とフィリピンの関係っていうのが非常にこの緊張が高まっている中で、その嫌がらせの一環として、フィリピンのバナナは買わない、まあ一言で言えば買わないような流れになってきているわけです。例の反日の暴動以来ですね、これもこれから習近平という新しい指導者が、まあ、11月にですね、共産党の大会でもってまず党の方の役職を得る、それまでにですね、自分の実績を作っておくということで、そして2週間雲隠れしていたのではないだろうかという見方があります。これからますます中国の国内をどう抑えるかというのは極めて重要、彼らにとって重要な問題であって、その実績作りのためには日本をいじめると
いうような流れができていて、さっきのフィリピンのバナナだけではありません、どころではない、あのトヨタにしてもですね、それからチンタオのイオンであるとか、さまざまなあの工場、そして、商業施設、日本に関係するところはひどい状況になっている。それによって習近平の実績を重ねていくという話でありまして、これはひとえにですね、日本もさることながら、あの極めて国内的な中国国内の事情と考えていいんじゃないだろうかと。それも日本がその対象になっているのは弱いからなっているんであってね、それはイコール民主党政権だからということになります。ただしこれほどまでに日中の関係が悪化したことはこれまで経験がないわけですね。だから安倍総裁に代わりました、石破幹事長になりました、だからといってですね、急にここでですね、自民党としても前のような形にはもうなりえない。しかし少なくとも人的な交流っていうのは我々の長い歴史の中で持ってますから、これを生かしていろんなチャンネルでもって話し合いのその流れを作るということはできると思うんですね。この辺のところ佐藤さんどうお考えになりますか。ありがとうございます。まさに中国とは本当にもう厄介な国です。先ほどフィリピンのバナナの話がありました。スカボロ礁っていうちっぽけな岩礁をフィリピンと中国が争っての今年春からもやっていたんですけども、先バナナだけではなくてマンゴー もう中国は輸入しない。逆に中国からフィリピンに行く観光客、ツアー客、団体のもの全部ストップ。もう30万人以上の、フィリピン国民に被害が出たとやってきます。だからそういう国といかにして戦うか、戦いだと別に武器を持って戦うんじゃないんだけど、いろいろ、外交的な戦いをやるかというときに、やっぱり一番の問題は日本の内政を安定させないといけない。外交っていうのは内政の延長線上ですから、今の周りの国は野田政権の足元を見ています。もうどんなに頑張ったって来年の夏までだし、しかも今もう嘘つき総理って言われてますから、もう全然もう足元がふらついてる。もう今はやっぱ攻め時なんです。だからそういう時にボンボン中国あるいは韓国の大統領だけではなく、今度は台湾まで来たでしょ。まさか台湾が来るとは思わなかったって言ってましたけども、台湾まで来る。要は今自分たちの権利を主張する一番いい今は攻め時なんだ。だから野田政権慌ててじゃあ台湾と漁業交渉やりましょうとまた触れました。やっぱ弱いとダメなんだ。だからいろんなこと、人的交流もそれも大事だし、あるいはいろんな、海上保安庁自衛隊という部分の強化も大事。やっぱりこういかに政治を安定させて、鳩山さんがぶっ壊して日米の同盟をいかに立て直すかという部分です。で今回の尖閣の、国有化、皆さん評価してます？多分大体、じゃあ今聞いていいですか。じゃあ評価する人丸、評価する人、評価しない人、三角かな。3回聞きますからちょっと手を挙げていただけますか。評価をするっていう方は手を挙げて。少ないですね。じゃあどちらとも言えないっていうこと、少し増えましたね。やっぱ評価しないっていうか、多いですね。私もやっぱ評価しない方です。今回国有化っていうのはこれは目的ではなくて手段でしょ。で国有化した後どうするんだっていう部分がほとんどなくて、石原都知事がもう買うよ、慌てて買っちゃったね。だからその後の段取りがないから今このような状況になってる。いや、やっぱり国有化するときは段取りをしていっぺんにバーンってやらないといけないんです。私はそういう部分は備えっていうのを、さっき備えあれば憂いなしって言いましたよね。これは自民党政権は将来に向けていざっていう備えて今から段取りをやります。どういう形でやるときはやっぱり力をつけるときです。日米同盟を立て直す、島をしっかり確保できるっていう体制を取ってからバーンってやります。そのやり方は小池
の先生の専門の環境という部分を使いながらもいろんな切り口で段取りをしていっぺんにやります。極めて今回みたいな中途半端なやり方、じゃあ次港を作るときにまだ揉めるんですか、人を置くときにまだ揉めるんですか、極めて中途半端です。金額も中途半端でしょ、20億5000万、5000万って何なんですか。いろんな面で中途半端、これではやっぱりダメで、これからこの尖閣問題は人的交流、当然自民党いろんなタイプありますから、これもやります。同時に将来に備えてのやっぱり備え準備、これも自衛隊海上保安庁含めてやります。今度今で防衛政策検討小委員会の委員長なんですけども、小池先生の知恵を借りながら今度領海侵犯に対する議員立法を今準備しています。自衛隊の行動類型として新たな行動類型、領土保全行動ということを作ることも今立法府あるいは防衛省とやり取りをさせてもらっています。やっぱり領海を侵犯するという自分で宣言して入ってきた船に対して何にもできない、これやっぱり立法府の私は不作為だと思っています。そういう備えというのはこれから自民党やりますから、でやるときにはいっぺんに体制取ったときダーンって、これは商売でも同じだと思いますけど、そういうやっぱり本当に我々の義務と責任を果たさないと自民党が政権を、まあ、担う復帰しても私は意味がない、そのぐらいの危機感を今持っております。先ほどから中国の話出てますけれども、我が国の天皇陛下がですね、訪中された確か92年だったと思います。でその訪中のことは日本の国内でも随分まあ伝えられましたよね、覚えてらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、でもその同じ年にですね、中国は領海法っていうのを作っているんですね。これが今彼らが言うところの尖閣魚釣り釣魚島っていうのが中国の国内の島であるということの法律的根拠を作ってるんです。だからこちらで天皇陛下が中国いらっしゃるということでわーっと盛り上げておきながらやることやってるんですよ、これ東海っていうんですけれども、人を欺くというこの中国の戦略だから、いやいやと言って手を結びながら下でやることを足を蹴り合うという、そのことをですね、日本のメディアもですねもっと考えとかないと、私もメディアの人間ですけれども、一つ何かが起こるとですね、日本の場合同じニュースばっかり、そればっかり怒涛のように流す、そして実は肝心のこと流していない、そしてまた領土問題というと、まあ、朝日新聞などをはじめとしてですね、なんか領土問題を語ることっていうのは軍国主義者か右翼だと、そういうレッテル貼るをしてしまう。で、あるならば選挙に不利になるから、そんなことしていたら、そうするとみんな口をつぐんでしまう政治家もしくは候補者が多かったと。私はね、先ほど申し上げましたように民主党がですね、今回これだけの大ヘマをやってくれたおかげで国益は大きく損なった。でも一つだけいいことあげれば、ようやく、まあ、平和で来れたことはありがたいけれども、一方で平和ボケというレッテル貼りもあるかと思いますけれども、ようやく国民の皆さんが領土のことを、領海のことを、領空のことを真剣に考えるようになった。授業料高すぎます、それにしても。しかしながら今からでもどうぞこの領土領海領空のことを真剣に考えることこそ政治の一番の仕事だということを皆さん理解していただきたい。しかしながら中国はもうその段階からですね、どん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 手を打って、例のロシアのですね、チューブルの空母を買ってきてね、ワリヤークっていうのを買ってきてですね、でこれもですね、そろそろお披露目ということで実際に動き出すという流れにもなっている。そして先ほど92年に領海法を設定したということ以来ですね、まあ、着々と、そしてまた環境っていうね、私はさっきもおっしゃったように環境調査っていうのを一番よく使う方法なんです、各国が。
それを口実にしてどんどんと調査に入りますと言って、そこで何か構築物を作ったり、いろんなヘリポートを作ったりなどということ、まあ、環境というと何か自然を守るということで反対する人はあまりいないわけですよね。でもその一方で着々とそういう意図を持ってやっているというのが中国で、あります。そして2005年の段階ではですね、もうあの中国の海軍のトップの方々がですね、これからは太平洋は東西米国とアメリカと中国とで半分こしてですね、そしてあのアメリカ側と中国側で管理していきましょうやみたいなことを言ったっていうのをですね、議会証言で、アメリカ側の防衛担当者がきちりと証言をして、逆に言えば中国はですね、着々とそっちの方向をやってきてたということなんです。でかつあれだけ資本主義的なことをやり、大金持ちがいる中国でありますけれども、でも国のシステムはあくまでも中国共産党による支配ということになっている。そういう中でですね、国全体で動くわけでありますけれども、我が国の問題点とすれば、先ほど挙げたメディアの問題、どこの国のメディアかよくわからないっていうのがいっぱいいるということと、それからもう一つ、あまりにもこれは自民党も反省しなければならないんですが、霞が関の省庁の縦割りでもってですね、あまりにもガジガジに縛られてきて、情報もですね、これはあの戦時中もそうなんですが、陸海でですね、それぞれ情報をあの渡さないと抱え込んでしまって、お互いにこの情報の共有ができていないということが問題であった。それも今も問題であると私は思うんです。残念ながらこれはあの有名な失敗の本質にも出てきている課題でありますけどね。ですから今私たち自民党がやるべきことはですね、本当に国を守るという大きな目的から、そのためにですね、法律、そして自衛隊を動かす部分、海上保安庁を動かす部分、外交を動かす部分、これを戦略的に総合的にやっていくということが求められている。でもう一つ加えればですね、私はあの安倍政権で、安倍総理の時代に何を担当していたかというと、安全保障担当 の、内閣総理大臣補佐官。最近私はね、あの役職もらった時本当にね喜んだですよ。大臣ではないけれども実務的な仕事ができると思ったんだけれども、今の野田政権のなんか官邸にいる補佐官っていうのはお友達ばっかり入れてですね、これ補佐してんのか足引っ張ってんのかよく分かんないような人たちがいっぱいいてですね、なんか補佐官っていうのは私はとても嬉しい、あのやりがいがある立派なポストだと思ったけど、随分怪我してくれたなと思っているんですね。でもその時に何をやっていたかっていうとですね、ナショナルセキュリティカウンセルって言いましてね、これアメリカなどの大統領制の国がこのシステムを作っているところが多いんですけれども、国家の安全保障っていうのは、先ほどのフィリピンのバナナの話、マンゴーの話もそうですが、中国は一枚岩で共産党でわっとやってきて、経済の方にも出す、ちょっかいを出す、観光客を止めるということでですね、これは日本で言うなら国交省の話になるわけでしょ。で海上保安庁、国交、これも国交省ですね。で防衛省、自衛隊と、そして外務省の話、今の拉致の問題だってですね、拉致対策担当とですね、外務省との間でこの足の引っ張り合いをやっていると。でなおかつ拉致問題は今の野田政権は交渉する相手に足らずということで、野田政権で8人目ですか、拉致担当大臣ができてもですね、お金は踏んだくられることをやるかもしれませんけれども、拉致 の被害者は戻ってくるとは残念ながら思いません。いずれにしてもこのナショナルセキュリティカウンセルというのは、今も領土問題という大きな命題に対して役所ではなくて国家として何をすべきかということを戦略的に、描いていく、これはむしろ中期的長期的な観点からも描いていく。で実際に動くのは現場である官邸であり、防衛省であり、自衛隊であり、海上保安庁だけど、そういう国家の安全保障という極めて重要なかつ総合的であらねばならないところで、しっ
対策を日頃練っておくことによって、その場で後手後手の対策をするのではなくて、こうなった時は明日、それを一つ一つの役所だけでやるのではなくて国家としてやると、そのシステムを作る。で、法律も作りまして、法案も提出をしたんですけれども、その後、冷凍室に入ってましてね、そのまんま凍りついたまんまなんで、安倍総裁になりましたから、ぜひとも政権を取り戻した時にはですね、これをかいちんと回答してですね、ちゃんと国家がある時は毅然として、ある時は実質的にきちっと動くような、そんなシステムを作っていきたいと思っているんですね。 NSC についてはどう思われますか？NSC 非常に大事だと私も思っておりますけども、その前にちょっとメディアの関係をちょっとお話したいと思うんですけども、今メディアの問題がありました。実は明日の自民党領土特命委員会開きます。なぜか、じゃ今日韓国の国会議員の中でこの国防委員会ってあります。17名が所属議員なんですけども、15名が竹島に上陸しました。これはもう韓国の大統領が不法上陸してから初めて韓国の国会議員や閣僚クラスが上陸をした。もう分かってました。ずっともっと強い抗議をしないとダメだよ、もしも上陸したらこういうことをやれよと具体的な高いレベルでやらないとダメだって言っていたんだけど、結局やらなかった。もう韓国政府 このヘリで国会議員が立法府が上陸した。もう立法府と政府が一体となって上陸したとありました。でもこれをあんまり報道しないんですよ。もうだんだん風化しつつあるような感じは私はしてます。領土問題は風化させては絶対いけないはずなんですけども、主権領土国民の話ですから、福島の原発事故の方もだんだん風化してはいけないし、領土問題も風化してはいけないんですけども、なかなかマスコミがだんだん取り上げなくなって、それは鳴らされてしまったらまさに中国の宣伝戦、思うつぼですよね、先生ね、なってしまう。で、また、このマスコミがですね、非常に劣化していると思うのは、政治家のいい加減な言葉に対して文句言わないの、外交的に。例えば TPP で、前原が当時の外務大臣がとりあえず交渉に参加をして、うまくいかなかったら、ね、国益上ダメだと思ったら離脱すればいい、離脱をすればいい。外交交渉で離脱っていう言葉は絶対使っちゃいけないんです。そうでしょ、離脱ってのは自分が悪いからこれ離脱するっていうイメージですから、そういう言葉を使っちゃダメだってことはマスコミが強く叩かないと、どんどん政治が劣化します。普通であれば、もう交渉ごとであれば合意に至らなかったから参加しませんと言えばいいんですよ。離脱っていう言葉はあってはいけない。さらにもっとひどいのは、もう菅さん、菅首相、なんて言ったと思います？ TPP 平成の開国って言いましたよね。日本って閉鎖社会なんですか、鎖国やってるんですか、そういうふうに捉えちゃうんです。日本は鎖国してる悪い国だから、これを TPP で開けるんだ。こんな外交交渉をやってる国ありませんから、それをマスコミは叩かない。これでは守るべき国益って守れませんよ。それは当たり前のことをマスコミがもっと厳しく、政治家の言葉、交渉でおかしいことはおかしいと言わないとダメなの。領土問題もそうです。その私はもう当選してから領土教育を天気予報でもやればいい、委員会でも質問しました。なかなかやらないの、これ自民党も反省しないといけないんですけども、今日の国後の天気は晴れとか、竹島は曇り、尖閣は雨、毎日やれば全然違うでしょ。韓国やってますから、ちゃんと。まさに小池で言われたライブ映像やってますから。やればいいんですよ。全然教育も違うという部分。だから今言ったようなことをトータルでやらないといけない。教育もそうです。先ほど韓国は一生懸命やってるって先生から話がありました。昨年日本青年会議所 JC が日本の高校生400名に対して、北方領土、尖閣、竹島、ちゃんともう国境分かりますかアンケートを取りました。正解400名中たった7名日本の高校生です。なんでって聞いたら、だって学校で習ってないもん。その通りなんです。私も習ってませんから。私の先生は完璧にレフトスタンドの人でした。縄文時代とか弥生時代を一生懸命やるんです。正月過ぎてもまだ明治新行ってないんです。いくら教科書変えたって、先生が
昭和史を教えなかったら終わりなの。自衛隊も領土問題も慰安婦問題もまともに習ってませんから、これではダメなの。だから安倍政権が教育に一生懸命だと、だからそういうことを全部トータルでやるのにはやっぱり内閣の中に今言った国家安全保障室のような、あるいはそこへ領土は別に独立してもいいと思います。領土っていうのはそういう部分を作らないとダメなの。今竹島誰がやってるか知ってますんです。外務省の北東アジア課の一担当が一人やってる。ありえないでしょ。これは自民党も反省しないといけないんですけども、やっぱり内閣の中でそういういろんなの行政の手足を持ってますから、それをどっかの頭のブレインがやっぱり自分でトータルとしてやらないといけない。そのためにはやっぱり双方向性が必要なんです。上から一方的に落とすだけではなくて上げる。特にあの先生が一番苦労された情報 NSC をやるためには情報とワンセットでなければやっぱり正しい政策判断はできませんから、いかに情報をそういう安全保障の担当の部署に領土を含めて上げるか、上げたやつを今度分析して評価と評価した後、そこから各役所に今度指令を出す、そういう部分がやっぱりあのやらないとこれは絶対無理だと。もう安倍石破あのラインでぜひとも普通の国のように NSC 私は実現したいと思ってますし、微力ながら汗もかきたいと思っております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。メディアのことについて言うならばね、あの iPS 細胞、せっかく山中先生あのノーベル賞を受賞したのに、後でなんかわけのわかんない人が出てきてすっかり騙されて一面トップ飾っちゃった新聞があったりね、まあ、あの日本のメディア怒涛のようなその報道をするけども、ある日突然バタッとやめちゃったりね、怒涛のようなその報道でもですね、尼崎の連続殺人事件、あればっかりですよ。多分視聴率取れるんでしょうね、まあそういうことでですね、やはりメディアの責任というのは極めて大きい、私もその意味ではですね、この今のメディア特に劣化していますよね、テレビの番組もお笑いばっかりで、本当にね、なんかあの日本の人の頭の中を空洞化させようというどっかの狙いがあるんじゃないだろうかと思います。かつてあの GHQ の、 あの日本の占領作戦で 3S というのがありましたけれども、スクリーンとそれからスポーツとセックスと、この3つでもって日本人をもう劣化させてしまおうという作戦、今それが K-POP になってパチンコになって、まあ、私焼肉好きですけどね、まあね、だからみんな各国思惑持ってやってるっていうのをもう少しあのいい人、日本人はあのその辺のところもですね、冷徹に考えていかなければ、あっと気がついた時には本当にこの国おかしくなってしまっている、そして領土領海領空も失いかねない、ここは踏ん張りどころだと思っています。誰が日本を守るのかっていうのは皆さんと共に私たち全員で守っていくということが結論ではないかと思います。さて、最後ちょっとご質問を終わりの方